遺言。そこには先立つものと残されるものの物語がある。私は遺言執行者。世の中にそんな仕事があるのではなく、司法書士の仕事の中の一つだ。私は小さな町の司法書士をしている。これは一通の遺言書にまつわる家族の話である。彼の名前は坂本郁夫。長男の雄一さんを13年前に山岳事故で亡くし、趣味だった山にも行かなくなった。山岳部の後輩だった私は、今その話はよしておこう。彼は長男の死をきっかけにいろいろ思うところがあったのだろう。自分自身の相続について私のところへ相談に来ていた。子供たち一人一人の置かれている状況や彼の思い、そして願いを残すために、何度も何度も。はい、はい、おいしくいただきます。はい、はい、あ、そうなんですか。はい、少しお待ちください。お父さんに代わります。お父さん、陽子さんから電話です。おう、どうした。そうか、たかしは帰ってきたのか。うん、ああ今日は来れなくて残念だった。サトル君によろしく伝えてくれ。お父さん？先生は何て言ってるの？頭の中の出血がひどくて脳が圧迫されてるみたいです。手術は成功したのよね。別のところが切れてまた出血するかもって。意識戻るのかしら。とりあえずはこの状況が続くって。お父さん少し目開いてない？え？本当？佐藤さんどう思う？変わんないよ。開いてるわよ。ねえ。言われてみればさっきとはちょっと違う気もしますね。もしかしてお父さん意識戻ってんじゃない？そういうことは先生が見た時は何も言ってなかったですし、できるだけ何か話しかけてあげてくださいって。それは私も一緒にいたから知ってるわよ。話しかけろって言われてもね。ここ10日間が勝負だって言ってたよね。うん、予断を許さないって。そう、困ったなあ。私そんな店開けられないわよ。難しいなあ。いや俺だっていろいろ無理してんだからさ。大丈夫です、私がついてますから。
いや、それはダメよ。ねえ。いえ、いいんです。いや、やっぱりダメよ。こういうことは血のつながった子供がちゃんとしないと。姉さん、そんな言い方はないんじゃないかな。さとこさんだって兄ちゃんの嫁さんなんだからさ、娘みたいなもんじゃない。私だってそう思うわよ。だけど周りはそうは思ってくれないのよ。周りね。そんな風に言うなら姉さんがずっと見ればいいじゃないか。何言ってんの？できるわけないじゃない。できないだろ。だったらせっかく聡子さんが言ってくれてるんだからさ、俺らはできるだけ来るようにしてさ。あんたはいっつもそう。母さんの時もお兄ちゃんの時も。お父さんかわいそうじゃない。はいはい、すいませんね。情けない。お兄ちゃんがいたら何の心配もなかったのに。は？何言ってんの。困った時にしか父親のとこ顔を出さない高校娘はすごいですね。ユウジ、やっぱりお父さん少し目が開いたような気がします。そうよね。本当？遺言公正証書。本公証人は遺言者坂本郁夫の嘱託により、証人司法書士笹口裕樹、証人司法書士事務所事務員本間文子の立ち会いのもとに本遺言書を作成する。第一条、遺言者は遺言者の自宅土地建物を遺言者の長男坂本雄一の妻坂本聡子に遺贈する。第二条、遺言者はすべての預貯金のうち3分の1を前妻坂本聡子に遺贈し、残りを遺言者の長女田中陽子及び遺言者の次男坂本雄二にそれぞれ3分の1ずつ相続させる。第3条、遺言者は本遺言の遺言執行者として司法書士笹口裕樹を指定する。ずいぶん事務的なんだな。いや、法律ってドライなもんですからしょうがないんですよ。これで伝わるかな。
お父さん、今朝ね、お父さんが植えたトマト、たくさん実ってましたよ。今日は夜になっても暑いですね。元気になったら、薄い屋さんのラーメン食べましょうね。ゆういちさんも好きだったな。二人ともすごい猫舌なのに、暑い時に熱いもの食べるのがいいって。私とお母さんが冷やし中華食べてる横で、これでもかってくらい夫婦して。ゆういちさんとお父さんそっくり。早く元気になってください。そして一緒にお家に帰りましょう。さとこさん、ご苦労様。福祉施設の方お休み？はい、事情を話してお休みいただきました。ごめんなさいね。本当私が付き添わなくちゃいけないのに。お父さんどう？安定してるみたいです。そう、陽子さん。何？一度家に帰ってお父さんの身の回りのものとか取ってこようと思うんですけど。そうね、それがいいわね。お願いするわ。はい。ねえ里子さん。はい、何でしょう。もしよ、お父さんに万が一のことがあったら、里子さんどうするの？どうするって？あの家に一人で暮らすの？そんなこと考えたことも。あ、ごめん、そうよね、変なこと聞いちゃったわ。行ってきて。今日はお父さん私たちがちゃんと見るから。ありがとうございます。笹口、何かいい手当てはないもんかな。それぞれ事情もあってな、その時立ってるところからしか物事が見えなくなることもたくさんあると思うんだ。今読み上げた中に坂本さんの希望したことは全部入っています。法律的にはこの内容で十分なんですけど。そうか。でもこれじゃあ遺言があってもなくても、私がいなくなったら残されたものが揉めることになる気がするんだ。
笹口、お前司法書士としていろいろな場面を見てきただろう。何かいい知恵を貸してくれよ。ああ、では坂本さん、あなたの心の中の思いをすべて素直に伝えてみてはいかがでしょう。これはあなたにしかできないことです。どうでしょう、やってみては。私にしかできないこと。父さんどう？変わんないわよ。さとこさんは？一旦家に帰ったわ。そう。で、話して何？お父さんが亡くなった時の話。え？何言ってんの？こういうことは早めに話をしておいた方が、私たちだってやるこれ余計な心配しないで看病できるでしょ。まず一番の問題はあの家よね。は？え、さとこさんが住んでんだろ。あんた分かってないわね。さとこさんだってお兄ちゃんもいない、お父さんもいない、あの家にいてどうすんのよ。自由に生きてもらった方がいいに決まってんじゃない。そもそも彼女には相続権もないんです。え、そうなの？なんでそんなこと知ってんの？いや、自分の家のことよ。調べるわよ。だからって出てってもらうってのはないんじゃない？だからあの家壊してさら地にして売るのよ。全部お金に変えてみんなで分けるのが一番いいわ。彼女にも引っ越すところとかを用意してあげればいいじゃない。私は佐藤子さんに良かれと思って言ってるのよ。良かれと思ってね。あの家壊しちゃうのか。でもなんでそんな急ぐのさ。姉さんお金困ってんの？店やばいの？何それ。うちのことは関係ないし知りもしないのにそういう勘繰りはやめてよね。みんな現金にしてそれぞれに渡った方がお父さんだって喜ぶわよ。それさ、姉さんの勝手な考えで父さんの考えじゃないからさ。なんであんたいつもそうやって。父さんまだ生きてるから。そういうのきついわ。もういい、決めたからね。私帰る。姉さん。言い過ぎましたかね。そんなことないよね。あ、でも仕事では結構うまくやってるよ。うん、なんか、うん、結構慕われてるとこもあると思う。うん。
あとさ、扇風機あれ何？エアコンあるし。笑ったよ。ありがとね。父さん、俺兄ちゃんの時みたいにまた何もできないのかな。あの時だって俺が兄ちゃんと一緒に行ってれば。今回だって無理してでも家に帰ってればよかった。ちゃんとできなくてごめん。不言事項。はい、伏す言葉、不言事項です。遺言には遺言者が残された人たちに自分の遺言の真意や思いを残すためにその不言事項を添えることができるんです。まあこれは法的拘束力があるわけではないんですけれど、残されたお一人お一人に坂本さんの思いを言葉にして残すことができるんです。じゃあお願いします。ユージどこに行っちゃったのかしらね。まったくしょうがないんだから。お父さん目を覚ましてよ。まだまだ話したいこといっぱいあるんだから。不言事項、陽子へ。この遺言書を目にする頃にはご主人の悟くんのお店が軌道に乗っていることを祈っている。陽子はしっかり者で責任感が強いから何があっても大丈夫だと思っている。しかしだからこそ頑張りすぎていろいろ抱えてしまうことがあるのが心配だ。だが悟くんは不器用だが優しく誠実な人だ。悟くんを信じて一緒に頑張っていってほしい。人は一緒にいる人の優しさに気づいていれば
間違えることはないのだから、もしもの時のためにと思い、わずかばかりだが陽子を受け取り人とした生命保険をかけておいた。悟君とよく相談して役に立ててほしい。雄二へ。雄一亡き後、少したくましくなった気がするのは親のひいき目か、大学受験がうまくいかなくて目的を失い少し遠回りをしたことをどこか気にしていたようだが、君が就職を決めた時に、山登りと同じでルートはいろいろあるからと私に言う姿は頼もしく嬉しかった。君は自分の力で世界を切り開けるだけの力を持っているから、姉さんのような特別な援助は必要ないだろう。これからも姉さんと里子さんを守っていってほしい。よろしく頼む。里子さんへ。私亡き後の自宅は里子さんに引き継いでもらいたいと思う。里子さんが以前私に話してくれましたね。この家にはまだ雄一がいるようだと。柱の傷や壁の汚れ一つ一つに雄一との思い出があって、それを見るたびに雄一が語りかけてくれるようだと。古くて無駄に大きい家だけど、迷惑でなければ雄一の思い出とともに引き継いでください。
司法書士の笹口です。お父様とは何度も話し合った結果、本日お読みする遺言書を作ることになりました。私が遺言執行者になっております。それでは読ませていただきます。遺言公正証書。本公証人は遺言者坂本郁夫の嘱託により、証人司法書士笹口裕樹、証人司法書士事務所事務員本間文子の立ち会いのもとに本遺言書を作成する。第一条、遺言者は遺言者の自宅土地建物を遺言者の長男坂本雄一の妻坂本里子に遺贈。不言事項。陽子へ。この遺言書を目にする頃にはご主人の悟君のお店が軌道に乗っていることを祈っている。陽子はしっかり者で責任感が強いから何があっても大丈夫だと思っている。しかしだからこそ頑張りすぎていろいろ抱えてしまうことがあるのが心配だ。だが悟君は不器用だ。大丈夫。あなたの思いはきっと届きますよ。